この実況を見るときは、部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、K の大冒険です。それではね、早速、ゴジラ VS 久々にちょっとやっていきたいと思います。この頃ね、他の動画をメインに結構やっていましてね、ちょっとゴジラが、なんていうのかな、結構やってない期間が長くなってしまったので、ね、もうちょちょっとやっていきましょう。まあ今回はね、まあ、久々の実況動画、生放送でなく実況動画ということで、ちょっと今回ね、次々に襲い来る僕の大好きな怪獣たちと戦うモード、これやっていきたいと思います。これでね、じゃあちょっと、やっぱね、久々にやるんだったら PS 磨かなきゃねと思って、どうしようかな。じゃあ三式気流でいこうか。タイムとか関係なしに普通に楽しんでいきたいと思います。さてと、小さなモスラ。どうなるか。行くぜ。これでちょっとやり方を思い出そう。ほい。おお。行け。おー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 、みんなが見やすいようにこのアングルで行きたいと思います。俺から見たら操作方法真逆になるけどね。ちょっとみんなのために頑張ります。狙いにくいな。お、おいしょ。お、あぶね。おお、おお、おお、まだまだ、これでも食らえ。よーし、これでもどうだ、これでどうだ。ビビッ、おいしょ。おー、いいアングルだね。三式気流がかっこいい。おおいしょ、攻めていこう。おおー、モスラね、戦いにくいんだよね。おいしょ、ミサイルで牽制していこう。当たんねー。おっとっと、避けたい、避けたい。ここいいよ。次は何やってんだ。ほい。おお、当たった。こっから、おーし、これで終わりだ。よいしょー。おいおいおい、三色気流ちょうどよく見えてねえぞ。おいおい、おいおいおい。マジか、ジェネレーター。2分もかかっちゃった、この戦い。長えな。ちょっと外のバイクうるさ。ちょっとタイミングを考えてもらえないかな。おお、ヘドラか。いい勝負になりそうだ。じゃあみんなから大好きなアングルでいこう。お、お、お、殴り合いか、いいね。おお、いいね。このアングルにするのにちょっと時間かかったわ。お、お、よいしょ、次は俺の番だ。よいしょ、おいしょ、パターンは分かっている。ほいほいほい、どうだ、いいね。おー、入ってる入ってる。ジェネレーター邪魔だな。どうなるか。ビー、おお、ジェネレーターが味方になったか、敵の。さあどうなる。ここだ、からのオーリア突進。いいコンボ入ったんじゃない。おいしょー。おお、かっこいい。いいね、三式気流超かっこいい。いい感じに映せたんじゃないかな。お、来ました、メカゴジラ。いいね。さあどっちが戦えて勝つのか。おお、いきなり飛び道具はなしだ。
よいしょ。ほい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 。ほいほい。さあ、どうなるか。なかなか落ちてますね。おおおお。おお、すごい。おお、いいよ。おやべ、超かっけえ。おおおおおお、お、なんかゴリ押しかも。お、いいね。まさかの最後レールガンっていうね。いやー、素晴らしい。あとね、ちょっとね、みんなに言いたいことがあったんだけど、今、フレンド申請がちょっと PS4 のアカウントで結構ね、もう何百人っていう桁来てて、で、その中でみんなやっぱりね、僕と一緒にゲームしたいらしくて、まあ、ゴジラ、ゴッドイーター、それから地球防衛軍などなど、たくさんのゲーム僕実況しているんですけども、やっぱり皆さんリスナーということで、友達登録したら、やっぱりみんな一緒にゲームしたいって思ってくれてるみたいで、皆さんね、必ずメッセくれるんですよ。いつやりますかとか、この動画いつやるんですかって。でも、ちょっとみんなよく考えて。何百人から一斉に来んの、これが。うん。で、ちょっと対処しきれないので、ちょっとこの頃返事しないでおこうかなと。ちょっと対処ができなさすぎて、で、なんだ、一面の方々に返してもいいんだけど、そうすると、エコひいきっていうの、そういうのしてる感じで、ちょっと良くないかなと思って、ちょっと、メッセージ返すの直接はやめようかなっていうふうに思ってます。まあ、YouTube のコメント欄ではね、返していきたいと思いますんでね、よかったらそちらの方にコメントしてください。いて、こいつずっとビームやるんだけど、俺も負けちゃいられねえな。この頃残業で忙しいとは言ったと思うんですけども、まあ、あと、それで、あとなんだ、この動画いつ上げるんですかって、50人くらいから来てて。で、あと他には、なんだろうね。このゲーム一緒にやりませんかとか、そういうお誘いも嬉しいんだけど、一気に何百人からそういうお誘い来ると、どうしていいかわかんないんだよね。あと、何このゲームやりましょうっていうコメントがさ、みんなゲームバラバラで言ってくるから、例えば、ゴッドイーターやりたいとかさ、ゴジラやりたいとか、あとは、地球防衛軍やりたいとか、いろんなことをみんな言ってくるんだけど、それ全部やってると、もう俺の時間がないのよ。あと、デートもできないくらいの量が来てるわけさ。だから、もうちょいちょっと、みんなそこら辺考えてほしいかなっていう感じですね。まあ、ただ、ゴジラの実況とかで、出てくれると、ケイさん今日お疲れ様でしたとかさ、言ってくれる方はすごい嬉しい。うん。やっぱ録画とかしてると、やっぱ機材がどうのこうのとか、具合がどうのこうのっていうのがあってね、いろいろ設定とかしますよね。その中、終わってから楽しんだ後にお疲れ様でしたって一言もらえると結構嬉しいですね。なんかそういう感じでメッセくれるのはすごくありがたいんで、今後もよろしくお願いいたします。ただね、お誘いの方はね、俺が誘うまで待って。うん。よいしょ。おー。お、このアングルいいね。いい感じにビルがあって。よいしょ、よいしょ。おー、終わりだ。おー、まだか。おーし。おーっと、ビルがなんか背景に邪魔してるな。さてさて。次でラストか？あ、そう、あとさ、コメントで来てたんだけど、ゴジラの、アニメバージョンのさ、映画あったじゃん。あれ見たら、何なんだっけな。どんなもんだったか、紹介してくださいっていう、リクエスト来てたんだけど、思いっきり見る暇なかったよ。もう残業とかなんだかんだ。もう俺残業言ったけど、本当に3月からずっと残業してるからね。今年の3月からずっと休まず。うん。さすがに時間ないって。ただ、グッズはめっちゃ買ってきた。
めっちゃ買ってきた。うん。まあ、その紹介も、あれかな。明日あたりに、明日あたりに載せると思うよ。おっと、危ない。ちゃっかりバニゴジじゃんね。よいしょ、よいしょ。まずい。よいしょ。ほい、ほい。おー、危ねえ。よいしょ。最後に押しときました。最後にバニゴニゾ。いい感じで終わりましたね。よいしょ。はい、という感じでね、今回はこの辺で終了していきたいと思います。メガゴジラ2のパーツ。ピピピピピチチューンピッ。7分めっちゃかかったね。はい、というわけでここら辺で終わりたいと思います。皆さんね、これからもゴジラの実況ね、ちょいちょいやっていきます。はい。ただね、やっぱり、なんていうのかな、新作ゲームをね、皆さんね、結構待ち遠しく待ってたり、あと、新作ゲームの方が視聴がね、していただけるので、ちょっとね、そちらの方に力を入れていきたいと思いますので、ゴジラ実況もやっていきますが、長い目で見ていてください。それではこれね、ここら辺で終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねっ。